ポンポコイトとアシスタントのくちゃんです。いつもご視聴ありがとうございます。今日は10月の26日水曜日になりますよ。今日も朝からやっていきますよ。ロザニアンアラルバラ以外にも庭で咲いてくれる花がアラルありませんか皆さん。だんだん秋から冬に向かう時に花が少なくなっちゃうな、寂しいなっていう時に咲いてくれる花、はい、先日僕お迎えしましたリトープスフェーブルプランツになんと花が咲いてくれたんですね。何か出たっていう動画出しましたけども、そこからまたさらに開花ということになりましたよ。ちょっと昨日見たら、うわめっちゃ花咲いてる、タンポポみたいな花と思ったら、今日は朝皆さんに動画で紹介できるかなと思ってたんですが、こちら見てください。あれこれは枯れてるのかくーちゃん、ちょっと閉じてる、あれこの子もしかすると夜は閉じて、あ違うわ、夜咲いてたのに、またさらに朝から綺麗に咲いてくれるんでしょうかどうでしょう。夜は昨日こんな満開で、これは皆さんに開花を紹介しなきゃなと思ってて、朝見たらこんな感じです。あれ昨日満開だったのに、時間が逆戻りしてるっていう感じですけども、ここからまた夜のように開いてくれるんでしょうかこの微妙な感じの紹介になっちゃいましたけども、このペーブルプランツリトープスはすごく可愛いですよね。バラはトゲで身を守ってるのに、この子はツルツル、はい、なんとこの子石に化けて身を守ってるんですね。はい、いつもバラのトゲに刺されているロザリアにはとてもこの手触りが可愛いんですよねはい、こんな感じで開花してくれておりますので、今日はこちらのご紹介でしたあとは香りのバラもちょっとだけ咲いておりますので、そちらカットして楽しんでいこうと思いますので、本日も最後までご視聴よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。かわいいよね、こんななんかキノコや石ころみたいなとこからぴょーんと真ん中から花が咲くなんて。こちらも続々と皆さん見てください。こんな感じで続々と、あ、なんか白いの見えてるね。ねえ、ぐーちゃん、この子は白い花が咲くんだね。このなんか象の足みたいなとこから。なかなか面白いね。はい、こちらの緑の子も、何かニョキッと出てますよ。この子は何色が咲くんでしょうか。なかなかこれからだんだんと花がなくなる時期に楽しみな植物の一つですね。楽しみだね。はい、ではではちょっと今日もだいぶ表面も乾燥してますので、ちょっと水をあげとこうかな。こうして少しシワシワとなってきたら、水のやるタイミングとありましたので、ちょっとシワシワしてますからお水あげていこうと思いますよ。よし、おかしょスリッ、楽しいですよね。こうしてコーヒーをドリップしてるみたいですよいしょ。この子は夏の暑い時期は
休眠期だそうなので、水は全く与えちゃダメだそうですよ。はい、バラとは真逆ですね。バラに夏水をあげなかったら枯れてしまいますからね。よーし、じゃあこうしてお水をあげて、よしね。でこちら次の花楽しみにしておきましょうね。はい、では今日も香りのバラカットしていきましょう。今日はももかちゃんが頑張って咲いてくれておりましたよ。いかがでしょうか。今日もいい香りで咲いてくれたね、くーちゃん。うん、よかったね、とこさん。このももかは本当に、桃のようなフルーティーな香りがするんです。さすがももかというだけあって、本当に甘くてフルーティーな、最高の香りです。フルーティー、ミキティー。ローズポンパドゥールほどではないですけども、ももかはももかのフルーティーな香りが楽しめますよ。いい香りです。もうまさに香りのバラの、桃源郷や、桃源郷や。はい、本日の動画いかがだったでしょうか。リトープスペブルプランツの開花という動画でしたけども、はい、面白いですよね。こんな感じのとこからポコンと花が咲くなんて。香りはどう、男さん。香りはどうかな。美化でございます。本当だね、あんまり香りはないね。ねえ、これでいい香りだったら最高なんですけども、でもとても可愛く咲いてくれましたよ。これからどんな色の花が咲くか楽しみです。まだ3種類他にありますので。ではでは、本日も最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうねん。また見てねん。春夏秋冬朝昼晩、花咲きリトープス、開花バカ。はい、これが分かった方は相当の花がっぱ好き。